番の白川に変わりました。3番手外から2番の小笹が上がってくる。誘導員をかわしていきます。2番の小笹が先頭に立って残り600の鐘、後ろは4番の青柳、3番手キープは7番の白川、5番手に置かれる形になった1番の渡辺、さあ2番手を狙っていく7番の白川、それを見て1番の渡辺が仕掛けていく。残りが1周です。さあ1番の渡辺が先手を取った。2番手は5番の田代、3番手6番の小林が続いて、4番手に入ったのが2番の小笹、その後ろは7番の白川が取り切っています。バックストレッチ。さあ1番の渡辺が逃げていく。2番手は5番の田代、3番手6番の小林、4番手2番の小笹、7番の白川も仕掛けていって4番手外に上がってきた。4コーナーから直線、1番の渡辺が先頭、2番手ですが内から2番の小笹が突っ込んでくるか。1番の渡辺ゴールイン。2着争いはどうか。2番の小笹か外7番の白川。